ピオキングです。今日はですね、久しぶりにみんなでバトルやっていこうと思うんですよ。まあ僕の主流の一発マリオトトロールコース、昨日もやってなかったんですけど、次の動画からやっていきたいと思います。というわけで今日はみんなでバトルやっていきますか。幸先悪いな。てか僕今レートどんくらいなんだろうね。5435。意外とあんじゃん。勝者が全て。そうなんですよ、このみんなでバトルというゲームはですね、勝者が全て。さあ僕は一番右、一番右取らして、リーチ頼む、一番右を取らして、くっ誰も来るなよ、絶対に来るなよ。一番右リーチ来ないでね。もうそんなことすんのやめてて、どこに投げるの。一緒、絶対にです、あのリーチ。やったぜさあ、次、あ、簡単じゃないのこれ一番右マジで正解だったね。ゴールはいただきます。さあ、さっきいいね。うわ、これデカ欲しいな。デカ取りますさあ、誰もかを壊していくんだルイージ。この、いや、これ下から切る、まだワンチャンあるよ。よしよしよし、待って、これどんどん言い過ぎでしょ、怖いって。ここで中間ポイントとキノコ取っていきたいと思います。さあ、これで僕が1位でしょ。まあ誰も追ってこれないよね、このスピードじゃ。スピードキングことこのピオキ、まずアイテム取っていこっか。多分アイテム取ってった方がいいと思うみんなアイテムを軽視しやがって絶対このアイテム必要になるよ。さあ、うわ、ラグがひどいな、これ。めちゃくちゃラグひどくない。これみんなアイテム検視してるから、僕絶対有利な状況だと思うんだよね。だってこうわ、ラグがひどくて、本当に亀の甲羅を踏むのもひどくろうだよ。魚邪魔してんだ亀いや、まだある、まだあるよ。もう結構終盤まで来てるけど、結構追いついてきてるもん。あのマリオさえ抜けば僕は3連勝できるんじゃないんですか。熱すぎ。さあ、キノピオはね、どこに行ってるかわかんないんですけど、キノピオは後ろにいるね。ということは神の甲羅でぶつけて、うりゃくっそやばい、遊んでる場合じゃなかった、頼む。くっ、あのトゲゾウにさえ気をつけていけばゴールできると思うんですよ。さあ、これでゴールなんじゃないですか。一応アイテムだけは取っていこう。頼む、ラグだけはやめて。マリオが来てるしつけーなー、あのマリオよしよしよし、うまい、うますぎる。このままゴールして3連勝したい、マジで3連勝したい。来た今日めっちゃ調子いいね。クッパを1体倒してからゴール。なるほどね、宿敵クッパを倒していけっていうことね。いや、これ繊細だね、こういう繊細の好きだよ。クッキッよし、これは、いや、もういらね、もうファイヤーなんていらない。あっつ、まだチャンスあるでしょ。邪魔だってルイージ、まだチャンスあると思う。ここで踏んで、踏めない、クッパは踏めなかったっけ。ちゃんとこのいらなやべ、取れなかった、クッパって踏めなかったっけ。誰か出して、頼むって、頼むってルイージ、出してってお願いって。押し出そう、ルイージ押し出そう、お願い、何か、ナイス、マミー。ここで4連勝、僕は目指していきたいと思います。さあ、クッパやられるがいい。つえー、クッパのファイヤー、もう一回僕にチャンスが巡ってきたんじゃないんですか。さあ、4連勝目指します。ここで次こそ絶対に渡らない、もうこんな雑魚1匹僕が倒してみせますよ。やったこれ5連勝だったっけ、4連勝だったっけ。今日マジで負けなしだね。今4連勝中か。もしかしたらさ、夢の10連勝狙えるんじゃないの。10連勝したらなんかアバターもらえたよね。先ほどはですね、何の見どころもなくやられてしまいました。あのマリオに、誰だ、挨拶してくれてる、持ってってくれ。やばすぎ、久々だね、持ってくれてるなんてよしよし、あキノピコ頼む、待って、せめてキノピコ、あのマリオにだけは負けないように頑張ってね。僕はあのマリオを妨害してみせるから、みんな待ってて。あっつ、これはどんどん右に進めっていう感じなんじゃないかな。もうやめて、やられちゃう、やられちゃうって、やられちゃう、くらえ、反撃開始だぜこれ
ほらほら、みんなやられてしまう。キノピコ以外やられてしまう。これ僕さ、もう上から行っていいかな。僕だけ上から行っていいかな。こういう風にさ、あ、ちょっと待って、ルイージ、あなたダメ、あなたダメ、あなたダメだって次はこの砲台で駆使していけと、そういう感じなんだね。いや、ハンマーいるのか、やっぱハンマーがいいよね。一旦当たっておこうか。そしてこのまま上来た。そしてこれ負けねえぞ、絶対に負けねえぞ。おかしいやんか、そこに足場がないのは。ナイスだね、キノピオ。もう絶対やばいやん、こんなの。赤隊の S プラスしかいないじゃん。だがしかし、コインを全て取ってからゴール。これはゴール条件が奪えるっていう可能性もあるね。それじゃあ、ゴール前までどんどん進んでいこうか。いや、絶対強いよ、あのみんな。ルイージが一番先頭か。これ上なんかあんじゃないの。あっつ、こっちが正解みたいな。うわ、どうなんだろう。合ってんのかな、こっちで。このブンブン倒すのちょっと時間かかるけどさ、このブンブン倒していこうか。ルイージ来てんじゃねえか。鍵はやらねえぞ。よっしゃ、来た。どう、いやっ、もう僕はレインボー S プラスだね。まあ、スピードランなら僕負けないよ。幾度となくスピードランをこれまでにしてきたからね。マジ勝ち、集中してっていいから、みんな。もう勝ちに貪欲だから、今日はこれはジャンプジャンプ。ぶつけ、いや、たまぐんだね。今日は友達になって、いつもトロールコースだからそんなことしてるけどさ、今日はそんなにいじめないで僕を。これは何もしないでいい。いや、もう何もしない。もう運任せ、頼む、キノピオ。これはなかなかいい線来てるんじゃないんですか。さあ、行きましょう。頼む、今日まで何もしないで。なかなか結構差ついてんじゃないのかな。あ、うまくない。どっちだ、これは。どっちなんだ。やばい、あのキノピオマジで強いで、ね、これは勝ったんじゃないですか。いや、あぶねえ。やべ、今になって笑いがこみ上げてきた。何を笑おうとしてんだよ。現実から目をそらすな。なんでか知らんけど、ずっとツボって笑っちゃってるんですけどね。うわ、これ難しそうだね、この置いてけぼりにしないで、ふざけんまさか上にもいるなんて思わなかったね。ここマジで気をつけた方がいいよ。ゆっくり行こう。落ち着いて慎重に行きたいと思います。うわ、今度はイカがいるのか。イカも避けて、まあ、これ左下アイテムだったんじゃないの。いや、コインか。で、これがアイテムか。頼む、イカ、もうイカじゃマジだ。このイカ野郎がやばい、マリオ独走状態じゃん。ルイージとね、キノピオンは後ろにいるんだけど、マリオがマジでね、独走状態なんだよね。もうここ当たってもいいから、もう早く行ってみるわ。マリオ抜か、バーサス乱入されないように気をつけて。大体そういうコスメ書いてたら誰か乱入してくるんじゃないのかな。僕は一番下の土管行くからね。乱入してくれたよ、頼む。乱入できんやんか、こんなん続いてたらさ。さあ、みんないいスタートを切りました。うわ、これは僕が苦手そうだね。それ以前の問題。いや、まあまあまあ、まだチャンスはあるよ。それじゃあこのまま進んでいきたいと思います。壁キックコースで最近したらこういうの。よし、結構いいペースなんじゃない。ナイス、ここで猫だって。よっしゃ、ナイス、ノンストップ。ここの猫のまんま、しゃ、うまい。くっそ、ちょっとスピード落としてしまったな。さあ、これは1位なんでしょうか、どうなんでしょう。次はハンマーか。なるほどね、これうまい具合に噛み合ったらノンストップでいけるっていうことなんじゃないかな。それがちょっと難しいんだけど、このタイミング。なるほど、そういうことで、面白いね、このコース。ただみんな、なかなか早きた、勝った。やれ、喜びのハンマー出す。うわ、最初のこのベルはやっぱ取りたいけど取れないよな。あ、シェイカーポイント早っ。あの、キノッ、ちょっと熱くなったからさ、全部脱いできたね。いや、こんなの無理やんか。なるほど、ピースイッチよ。どこにあったピースイッチとか。まずこのフラワーは取っていこうか。で、ピースイッチ絶対切れるでしょ。これ叫んだら危ないよ。ピースイッチどこ。
なるほど、左にある。うわ、左上行くのか。いい選手、僕は信用したいと思います。頼む、こっちで当ててくれ。よし、ノンストップで行ったら間に合うみたいな。ここでもう一回踏んでいけみたいな、そういう感じでしょ。そしてなんそれ、7の1。うわ、ここ夜ステージだね。めっちゃふわふわしてる。なんでむやみにジャンプしない方がいいよ。なるべく小さなジャンプで右に走っていこう。それがこのコースの攻略法だね。さあ、よし。この攻略法を知ってるのはきっと僕だけだね。みんな真似して。じゃあこのまま右にダッシュして早く行こう。ここを右ダッシュ、来た。あっまあまあ無事勝つことができたね。それだけって書いてるよ。一発マリオっぽいようなコースだね。これだけとかそれだけみたいな、だいたいそういうコースで一発マリオ多くない？これは一発マリオじゃないね。あの扉に入ったらなんかあるんでしょう、きっと。一発マリオだったら僕のお手のもんだよ。なにこれ想定外だよこんなの。ニュードンクシティフェスティバル、ドンキーコングの街ってことかな。うわ、すげえ楽しそうじゃねえか。この子はドクロコースター乗さして、頼む、ドクロコースター乗さして。やった、いもいも、あのドクロコースターいらないでしょ。すげえ、うるせえな花火を。よし、来た。これは抜ける、絶対抜けるぞ。あのレイジ、落ち着いていけば絶対抜けるはずなんだ。アイテムはいらないのか。ここはいや、ナイスアイテム。さあ、ここは上でいいのかな。右、右じゃないね、きっとこっちに合ってる。逆さまか、ちょっと見にくいね。いや、これマジで操作感わからなくなる。どっち、このまま下に。かぁ勝った、絶対勝った。これ、うわ、上、後ろからマリオ追ってきてるね。これはどっち、コインを信用していいのか。左、右、どうだ、どうなる、こっから。絶対勝った。これ確かにドンキーっぽいね。これ上は樽をイメージしてんのかな、このガリガリって。さあ、アイテムを探してます。あのマリーは臆病ですね、ここは。悔しい、ここで負けるのは嫌だ。マリー頼む、戻ってきて。いや、キノコだけ取っていこう。もう戻ってきた、戻ってきた。まだ何が起きるか分かんないよ。さあ、前にはね、キノピコがいるんだけど。あ、キノピコもうやられてる、もしかして。熱っ、激アツ。くっそ、マジかよ。ここであなたですか。やばい、これはまずい。いや、どっち、いや、やられたくない。ガリガリ頼むって、ガーリックチャーあげるからここ頼むって、マリーどいてって。これ僕が取ったんだよ。はっ、やったあとは鍵を手に入れてゴールするだけだね。さあ、行きましょう。この扉でゴールなんでしょうか。やっぱりこっちゴールじゃなかったみたいなのをやめてね。来た、ビオキンムーンどうもありがとうございました。助けてくださいって、マリオがそう僕に訴えかけてる。ぜひ助けてあげよう。いろんなギミックを使ったバトルコース。なあ、ギミックといえばトロールコースでかなり僕やり慣れてるからね。じゃあちゃんとこのコースで勝ちに行きますか。なるほどね、どんどん上に行けっていう感じのコースで、ね、さあ、まず鍵を取って、そしてすぐ戻って鍵ドアに入る。なかなか木のピコ早いじゃねえか。次は左だね。ナイス、マル、今日はまる友達になれそうだねここは右から勢いをつけて左、そしてバネに乗って上。マジでキノピコが速すぎる。頼む、頼む、一回このキノコを取っていかなくちゃいけないのね。そしてすぐ上に行けと、そういう感じか。でもう一回バネに当たってすぎてて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 てあったと思ってる。これは悔しい、頼むって。もうちょっと、ヘイシリー、みんなでバトルに勝つ方法を教えて。はい、みんなでバトルに勝つ方法を教えてについてウェブでこちらが見つかりました。ご確認ください。教えてよ。うわ、これも絶対難しいよね。あそこ一マス綺麗に入るっていう感じでしょ。いや、これスピードラン、しかも、うわ、タイミングが噛み合ってないね。全然噛み合ってない。これはもう間に合わないんじゃないの。時間余るのかな。ちょっと時間だけ当たっておくけど時間絶対意味ないよね。あっ、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 
もう絶対間に合わないでしょ。残り10何秒で間に合うわけないもんね。さあここで鍵を手に入れてどうなるんでしょうか。ゴールはあるのか。頼む、こっち投げないでね。ナイス、右投げ。くっ、あぶんね。いや、これはどうすりゃいいの。いや、ずるずるずるそういえばね、あのキノピコがあるじゃん。なんか僕のこと知ってるっぽいんだよね。ほら持ってって。いや持っていく余裕はないか。さあここから、うわ、ピヨキンブーテルメイがたくて下に降りていいの。オッケー、危ねえ、ちゃんと陸地はあったね。このまま右下でいいのか。さあマリー、その差を、1位の差を絶対に抜いてやる。そしてスーパールイージメーカー2で振り返ってやる。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。